ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。内閣の重要政策および警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房内閣情報調査室次長、七沢淳君、ほか15名を <coughs> 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います、はい、竹爪ひとし君、えー、国民民主党新緑風会の竹爪ひとしです、えー、内閣府に設置されております再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスク法律に関してお伺いいたします、えー、3月22日に開催されました第30回再、えー、エネタスクフォースで構成員の 公益財団法人自然エネルギー財団の事業局長である大林美香氏が、タスクフォースの会議に提出した資料に、中国国家電貌公使のロゴが、あるいは透かしが入っているということが判明し、問題になっております。参議院の予算委員会でも本件取り上げてられておりますし、先週4日の党内閣委員会で、私も質問をさせていただきました。 この再エネタスクフォースはすでに30回の会議を重ねておりますけれども、まずこの再エネタスクフォースから伺っていきたいと思いますエネルギーのや。エネルギーや電力のことは経済産業省あるいは資源エネルギー庁が所管し、まあ、温暖化あるいは CO2 CO のことは環境省が所管すると私は認識しておりますが、この再エネの主力電源化や再エネの最大限の導入を 内閣府で議論している理由を教えてください内閣府規制改革推進室稲熊次長お答えいたします規制改革担当の内閣府特命担当大臣は再生可能エネルギーの導入の促進を含めまして経済に関する重要な政策に関する事項のうち規制の在り方の改革を勝利する立場にございます その前提のもと、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや、見直しの迅速化を促すことを目的に、えー、規制改革担当の特命内閣府特命担当大臣が再エネタスコフスを主催され、議論等が行われているものと理解をしております竹爪仁君。内閣府の本部組織令第31条に 内閣府には、えー、規制改革推進会議を設置すると定められております。そしてあの規制改革推進会議例、あるいは規制改革推進会議運営規則が定められておりまして、委員の選出やワーキンググループの設置などが明記されております。現在はですね、このワーキンググループとして、公共ワーキンググループ、スタートアップ投資ワーキンググループ、働き方、人への投資ワーキンググループ、 健康医療介護ワーキンググループ、地域産業活性化ワーキンググループの5つのワーキンググループが設置されております。で、この再エネタスクフォースというのがここに出てこないんですけども、再エネタスクフォースを設置している根拠と位置づけをえお伺います。稲熊知長。お答えいたします。令和2年の10月26日に、 当時の菅総理が2050年カーボンニュートラルの方針を表明したことを踏まえましてさまざまな省庁にまたがる再生可能エネルギーに関する規制等を網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要がございましたこのため同年11月に規制改革推進会議とは別に規制改革担当の内閣特命担当大臣が あ再エネいわゆる、まあ、再エネタスクホースを同大臣自身の主催により開催することを決定したものというふうに承知をしております竹妻稔君、はいあの。今、答弁の中にもありましたが、あの大臣にあの確認しますえ、この再エネタスクホースの主催は河野大臣でよろしいか、そして河野え構成員の任命は大臣が行っているのか伺います。 河野内閣府特命担当大臣、はい、あの令和2年の9月に、菅義偉内閣総理大臣が誕生し、10月の26日、臨時国会の所信表明で、2050年のカーボンニュートラルというのが宣言をされました。 そのためには今ある化石燃料を置き換えていかなければならないということで再生可能エネルギーをどれだけ入れることができるかというのが非常に重要になってくるわけでございますがこの再生可能エネルギーに関するさまざまな規制というのは委員からお話がありました この経産省資源エネルギー庁の規制あるいは環境省の規制のみならず、えー、農水省ですとか国交省文科省さまざまな分野に渡りますでこれをスピード感を持って、えー、規制改革を進めていくためにはこの再生可能エネルギーに関する規制に特化した、えー、タスクフォースというものを立ち上げてそこでしっかり 議論をするということが必要になってまいりますので、これはこの10令和2年の11月、規制改革推進会議とは別に、 規制改革担当大臣、規制改革を担当する内閣府特命担当大臣として、この再エネタスクフォースを立ち上げて、これ、私の主催で立ち上げて、議論をするということになったわけでございます。このの構成員につきまししてては再生可能エネルギーの知見などを有するものとして 事務方から提案あったものを、私が了承して、構成員として決定をし、就任をしていただいたものでございます竹爪仁君、はいあのえーと。ちょっと確認していきたいんですけれども、この規制改革推進会議のワーキンググループは、必要に応じてワーキンググループの名前を変えたり、ですねあるいはそのテーマを変更してきたりした,い来たわけであります。でこの規制改革 規制改革推進会議において、この再エネの議論が必要と、まあ、大臣が判断されたんであれば、ですね、まあ、ワーキンググループを作るとか、あるいはワーキンググループの中に入れるっていう、まあ、そういったやり方もあるんではないかと、まあ、それがあのその運営規則が定められているわけでありますので、でこの会議にですね、失礼しました、この規制改革推進会議例には、この会議の委員は内閣総理大臣が任命するとございます。 で会議に専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くこともできているとあって、この専門委員もですね、内閣総理大臣が任命すると定められております。で、このワーキンググループにですね、委員とか専門委員という方がいらっしゃって、どちらも内閣総理大臣が任命しているんですけれども、このタスクフォースの設置は、推進会議のルールでは何ら規定されてない、今、別会議であるというふうにおと 答弁もそうでしたので、私もそのように判断いたします。で、この別会議のですね。タスクフォースのアウトプット、ご成果は何に反映されていくのか伺います。稲熊町長。お答えいたします。えー、再エネタスクフォースの成果についてのお尋ねでございます。けれども、再エネタスクフォースで議論した内容を踏まえまして、内閣府が規制改革に関し、各府省と協議し合致した事項につきまして。 毎年6月ごろに閣議決定される規制改革実施計画に反映しているところでございます竹爪仁君、はいあのえー。直前は、ですね令和5年の12月26日に、規制改革推進に関する中間答申というのを、えー、規制改革推進会議が出しております。でこの中に、5つの先ほど申し上げたワーキンググループの議論を踏まえて、さまざ、あ、まなこう答申が出されているんですけれども。 この中間投資の最後にです、ね、この参考というのがついてまして、この参考に再生可能エネルギー等に関する規制等の再,再,再総点検タスクフォースにおける当面の規制改革の実施事項というのが盛り込まれているんです。でこの規制改革推進会議の本体のワーキンググループと再エタスクフォース、これは全く別物だということだったんですけれども、それがこの参考として、 この答申に入るというのは、これはなぜでしょうか稲熊次長。お答えいたします、えー。先ほどからもお答えしましたが、再エンタスクコースは、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、規制改革担当の内閣特命大臣が自身の主催により開催することを決定したものでございまして、内閣総理大臣の諮問機関であります 規制改革推進会議とは別の会会議議体とといいうことでございます規制改革推進会議の答申は、どういう会議での議論を取りまとめたものでございますけれども、規制改革会議の議論、また、イエネタスクースの議論、いずれの規制改革に関する議論も規制改革担当の内閣特命担当大臣が担当しておりますところ、規制改革の取り組みを国民に分かりやすく示す観点から、答申そのものではなく、 あくまで参考としてどうタスクをする取り組みを紹介しているところでございます。竹爪敏志君あ。あくまでも参考でしたら、参考だけでそれをあの公表すればよかったと思うんですけれども、その答申の一部にその入っていて、まあ、それは多分国民からするとですね、投資物の一,一部だとあの思うと思います。私はそういうふうに読みましたで。この先ほどですね、あの大臣の方から。 任命は大臣がされてますとで事務方が選出されたということなんですがちょっともう一度確認しますとこの構成員の任命は河野大臣がされたということなんですがまあ人選は誰が行ったのか教えてください稲熊知長お答えいたします再エネタスク構成の構成につきましては再生可能エネルギーとの知見等を有するものとして事務方が提案した案を河野大臣が了承し 構成にと決定した後、就任していただいたものでございます竹爪き、はい、今日はあの経産省の方にもお伺いさせていただきます、この,この電力政策、あるいはその電気事業を所管する経産省、n h o はです、ね、この参考となっているその再エネタスクフォースで出された内容や政策、これを政策、経産省の政策、あるいは運用に反映されているのか、伺います資源エネルギー庁、松山次長。 お答え申し上げます。あの私ども、電力・エネルギー政策をはじめとしまして、政策の決定の際には、複数の外部有識者を含む審議会において公開で議論を行い、パブリックコメントを経た上で決定していると、まあ、こういうプロセスを経るわけでございます。 市議会の議論の参考としては、さまざまなご意見を頂戴するべく、さまざまな関係者から幅広くご意見を聴出することとして、えー、ございます。まあ、その中で、えー、今ご指摘いただいております再エネタスクフォース、えー、また自然エネルギー財団をお呼びしたことは過去あるところでございます。ただ、いずれにいたしましても、私ども、この政策決定の際に、えーまあ、こういったさまざ、あ、まな方々を含む市議会における公開の議論、 そしてパブリックコメントを経て決定していくというプロセスを経ているところでございまして、えー、まあ特定のヒアリングで意見を聞いたことのみで、えー、政策を決める、えー、もしくは政策が変わるということはないというふうに承知しております竹爪仁君、はいあの。今お答えいただいたのは、ちょっとあの私も、えー、理解ができなかったところがあるんですが、この経産省あるいは NHK がです、ね、主催する、えー、審議会とか分科会に、 タスクフォースの,この出された構成員4人が出したものがですね、提出されたり、あるいはヒアリングされたりということは、私も拝見してきました。でこの例えば一例として、ですね令和2年、2020年の年末から令和3年、2021年の初頭にかけて、全国的な電力の需給逼迫、あるいはいの電力市場価格の高騰というのがございまして、でここでですね、 再エネタスクフォースの当時の構成員4人が、電力の需給逼迫、価格高騰問題に対する緊急提言というのを出しているんですね、ちょっとこれもよくわからないんですよ、この規制改革とは別だと言いながら、で参考で出して、それがさらに、その規制、タスクフォースの名前ではなくて、構成員4人がクレジットで、そういった緊急提言というのを出していて、でこの緊急提言にですね、 一連の事象を市場,の市場設計の欠陥だということで、市場に設計に可否があったんだから、経済産業省がですね電力会社を説得して、高騰した電力の価格の一部を還元すべきということを提言しているんですけれども、先ほど、ヒアリングしたからといって、そのまま鵜呑みにしませんというお答えだったんですが、ただ結果として、ですねこのことは、 インバランス料金の支払いを受けた一般送配電気事業会社が、ですね高騰したインバランス料金の影響を受けた小売電気事業会社に還元するということを、この n h 庁がやったわけであります。で、これはですね、再エネタスクフォースのこの4人の構成員の提言を受け入れたかというふうに私は思います。でこのの河野大臣はでですね今までの国会質問にも ご自身が所管でないと判断されたご質問に対しては、まあ、所管外ということで、ご答弁をされてきたと承知しているんですけれども、でこの再エネタスクフォースは、再エネの主力電源化、あるいは再エネの最大限の導入を図るためというふうに議論されているようなんですが、この再エネの主力電源化とか、この再エネの最大限の導入、これ自体は河野大臣の所管でありましょうか。 河野内閣府特命担当大臣あのお話がありましたから、まず所管外の答弁について申し上げますと、参議院の地デジあるいは衆議院の地子デジの特別委員会ができたときに、デジタル庁とデジタル行財政改革については、あ地子デジあるいは地デジで、規制改革、行政改革については内閣委員会という仕切りになりました。あのー デジあるいはチコデジで行政改革、規制改革の質問が出た際は、あらかじめ質問者に、これは委員会としての所管外になるので、 副大臣、政務官、あるいは参考人の答弁になりますということを申し上げているにもかかわらず、その大臣答弁を繰り返し求めるというようなことがございましたので、これはこの委員会の所管外なので、政府参考人から答弁させますということを申し上げて、あの委員会の後に与党の一人理事から野党の一人理事に対して、あの強くそこは、 あの事前に説明をしているにもかかわらずそういうことがあったということで申し入れをさせていただいたところでございます、あのー、内閣府の特命担当大臣規制改革を担当する内閣府の <coughs> 特命担当大臣といたしまして、えー、経済に関する重要な政策に関する事項のうち規制のあり方を 改革する、えー、これを私のところで、えー、勝利をする立場にございますその中でこの再生エネルギー等に関する規制等を総点検し必要な規制あるいは規制の見直しの迅速化これを促すことを目的に再エネタスクフォースを主催をしているということでございます竹爪人志君、はい、あ,のあくまでもじゃあ規制の おあり方あるいはそれが大臣の担当であるというふうにあの今、お答えを聞いて私は認識をいたしました。で、この大臣というですね、大きな権限が与えられておりますので、この規制改革推進会議令でルールが定められていて、だからこそこう、いわば権限を振りかざすことができないというふうに私はなっていると思うんですね。で、この大臣の、えー、この、まあ、ある意味、私的な期間にですね、まあ、会議の、 運営費、あるいはおそらく構成員に対する日当なども払われていて、まあ、それはある意味、税金が使われているんじゃないかとあの思っています。この再エネのタスクフォースで、まあ、当時、構成員の今、まあ、お辞めになったということだったので、えー、自然エネルギー財団の小林美香氏がですね提出した資料に、中国って国家電話行使のロゴが入っているということが、えー、ありましたので、ちょっとこの件に関してもあのお伺いいたします。 この再エネタスクフォース、えー、あるいは河野大臣、ご自身はですね、この中国の。国家電網工事と何ら関係があるのか、お尋ねいたします。河野内閣府特命担当大臣。あの、私はこの国家電網工事と何の関係もございません。あの、再エネタスクフォースの構成員が提出された、資料の中に。この、国家電網工事の、ロゴが。 ああ残っていたということがございましたので、えー、構成員、並びに構成員の所属する、えー、自然エネルギー財団と、この国家電貌公使、あるいは中国政府、あるいはその他の外国の政府、国家機関と、何か不当な影響力を行使される可能性があったか否かについては、えー、これはあの調査をしっかり進めているところでございます。 竹爪人志君、はい、あの調査を進めていただいているというふうにお聞きいたしました、あのこのタスクホースですね、現在は1人お辞めになって3人なんですけれども、このタスクホースには4人,4人の構成員がおりまして、この構成員のご経歴、あるいはご主張を拝見すると、いわゆるその太陽光、風力を中心に、まあ、再エネの拡大を推進する立場であると、私はそのように認識いたしました。 でこの規制改革の推進会議の委員は、ですね、えー、まあ任期が2年とうふうに定められているというふうに私は承知しているんですけれども、えー、この4人のですねうち3人は、先ほど大臣がおっしゃった,始めた、令和2年に始めた時から、まあ、ずっと同じ方があの構成員を務めていたんですけれども、その改,改めてですね、 この先ほど事務方が人選をしたということだったんですがこの人選の基準について教えてください稲熊次長お答えいたします3エネタスクコースの構成につきましては再生可能エネルギーの知見を有するもの電力システム改革の知見を有するもの規制改革の知見を有するものなどとしまして事務方が提案した案を河野大臣が了承して構成員として決定し就任していただいているものでございます 時間の関係で,で、ね、最後にあの大臣、もう一度です、ね、あのお尋ねしたいのは、まあ、いろいろこの中国デン行使のことが問題になったり、今、調査されているとことだったんですけども、えー、この再エネタスクフォースにです、ねまあ、疑義が生じているということであれば、いったんこれを中止するとか、まあ、解散するとか、その方が私は納得性があると思うんですが、大臣の考えを教えてください。 河野内閣府特命担当大臣、はいまあ、あの資料にそうした中国企業のロゴが載っていたということもございますので、先ほど申し上げたように、この中国政府、あるいは企業、あるいはその他外国政府から、不当な影響力を行使されうる状況にあったかどうかという調査をした上でえで、ー、判断をしたいというふうに思っております。 竹詰人しか、あのぜひあの調査した上でですね、あの私たちにもその結果を教えていただきたいと思います。以上で終わります。